関東大震災から100年になることを受け県内では9月1日に地震から身を守る行動を身につけるシェイクアウト訓練が実施されます主催する県議会は県民に参加を呼びかけています訓練は地震が起こったことを想定し職場や学校、自宅など参加者それぞれのいる場所で地震から身を守る行動を身につけるものです 9月1日の関東大震災が起きた時間と同じ午前11時58分から実施しその場で姿勢を低くして頭を回り1分間ほど動かないという安全行動をとります一斉訓練への参加が難しい場合には防災週間の今月30日から9月5日までの間で可能なタイミングでの実施を呼びかけていて訓練の後には 災害用伝言ダイヤル一七一の利用体験や災害時の避難場所の確認なども行ってほしいとしています企業や学校、団体などの参加登録は県議会のホームページなどで受け付けていますもういざという時のためにこの 生活訓練といいうのは非常に重要だと思っていますしハザードマップの確認さらには備蓄食料の確認さらには避難度がきちっと通れるようになっているか倒れるものがないかこういった確認も皆さんにしていただいて防災意識が図られればいいなと思っております。